疲れ様です。あのですね、前ちょっとね聞いたことあるナチョギターってやつをね、今ちょっとここにあるんですけど、こんな感じ。うわ、なんかすげえの。おお、これお値段がなんと税込み94万6000円。うわすげえな。これなんか1950年から52年のそのテレをもう再現しようとしてるらしくて、かなり評判が高いギター、もう入ったらすぐ売れるものらしいですけども、ちょっとそれをね今日はもう楽しみながら弾きたいなと思いながら、なんかヴィンテージっぽい感じがするな、なんかネックの感じとか、でもなんか弾きやすさもある。まず見ていただいて、こんな感じ、裏もいいっすね、渋い感じ。お、いい感じの、
チョギター、いや、よかった、気分が乗ってきました。なんか、E ギターでこう弾いてたらね、気分乗ってくるんで、これはいい楽器の証拠だということが分かりましたよ。弾きにくいと言って誤解を招くんですけど、そういう感じじゃなくて、こう、なんつうでしょうね、こう自分、ギターがこっちに来るってよりかは、自分からこう合わせに行ってコントロールするっていう楽器なんですけど、バッチリ合えばもう最高になんかね、いい感じに弾けるので、個人的にはそういう楽器かなと思うんですけど。まあ、ヴィンテージチックなのが好きな人はね、ぜひ、あの当時の音がね、出るかもしれないっていう一品なんで、チェックしてみてください。こんな感じでーす。